にちは。今回はイカメタルでのヒットレンジの探り方についてご紹介していきます。イカメタルゲームにおいては、すっての形状とかあと誘いっていうのも非常に重要なんですけども、そのヒットレンジっていうのがわからないと結局それの意味がないんですよね。なのでまずはそのヒットレンジの見つけ方について今回はご紹介していきます。はい、ヒットレンジの探り方については、2通りあります。まずは1つ目はですね、下から探る方法で、もう1つは上から探っていく方法、この2つがあります。はい、まずは下から探るという方法ですね。これどういう時にやるかっていうと、明るい時間帯だったり、あとは電灯がついてまだしばらくしてない時間、要は直後ですね、電灯直後にはそういったイカがまだ浮いてない状況なので、そういう時は下から探っていきます。だいたい探り方としてはボトムに着底させて、だいたい2メーターぐらいずつ巻きじゃくりとステイを繰り返しながら探っていきます。でだいたい探って何かしらのイカからの当たりなり、そういうのがあるので、そういうところでね、今度は誘いを加えて今度はヒットパターンを考えていきます。はい、2つ目の、上から探る場合ですね。上から探る場合っていうのは、深夜便とかですでにもうイカが浮いていて、そこからつながってやっていくわけとか、あとは、厳冬時ですね、そういった時にはイカがもう浮いた状態にあるので、今度は上から探っていきます。上から探っていく時もやっぱ2メーターずつぐらいゆっくり誘い落としながらイカの反応を見ていきます。やっぱ反応あるところで今度はそのシェイクなり誘い上げ誘い下げを加えながら、その日のヒットパターンというのを探っていきます。こうやってね、下から誘っていくような、上に誘い上げていく誘いレンジを探るときは、ドロッパーはね、フローティングタイプのバステとか、あとはサスペンドの水平ドロッパーとか、そういうものを使うと、こうやって誘い上げて止まった後にもドロッパーがステイしたりふわっと浮き上がるんで、下から誘い上げるような、誘い上げてレンジを探るような時はフローティング系やね、あとサスペンド系をおすすめします。特に結構暗くなってイカの活性が上がると、結構ね、下から落ちてくるものに特に反応しやすいんで、この誘い方の方がね、結構イカが触ってくることは多いです。この時ドロッパーなんかはエギタイプのようなシンキング系を使うと比較的結構ね、ドロッパーの姿勢も安定しやすいんで、どっちのドロッパーに乗ったり下に乗ったり、どっちもね、乗りやすいような状況を作りやすいんで、ドロッパーはね、どちらかというとシンキング系を使う方がいいと思います。今回はヒットレンジの探り方についてご紹介させていただきました。実際ね、イカメタルゲームでこのヒットレンジっていうのがわからないと次の戦略っていうのが立てれないので、この探り方っていうのはね、しっかりマスターしていただくと超過アップにつながっていきます。でね、もしヒットレンジがわかったら、どんどんね、周りの人にも教えてあげてください。そうすることで、船全体がね、楽しく賑やかな船長になるので、ぜひともね、今回のヒットレンジの探り方、マスターしてみてはどうでしょうか。